鹿イ院さんですか彼は九条さんと同じように天領奉行の人間です彼も自分の心情を持っているお方ですその心情を守る執着心は九条さんよりも強いかもしれませんただ何をもって心情と言うべきかは鹿イ院さんのみが知ることでしょう うん、彼は天領奉行に属している探偵だね。自分の道を歩み、人とあまり関わり合いを持たない。それと、探偵が必要な場面とは、大抵が良くないことだ。<laughs> やっぱり俺は嵐の中心から距離を置いた方が良さそうだね。鹿の院。私の同僚だが、彼に対してあまり良い,い印象は持っていない。 個人的な思案ばかりを巡らせ組織を第一に考えないように感じる捜査の功績がなければとっくに取り締まっていたところだまったく困ったものだな最初は天領奉行の制服を着て堂々と渡辺島に来る人がいることに驚きました彼がもし 天領奉行の武士であれば不適切ですし工作員であればそんな派手なことはしないはずですがしばらく接した後この探偵を名乗る鹿野院さんが渡墨島の軍事配備や政治商売に全く興味を示していないことに気づきました彼はただここへ旅行に来ているように見えますですので私も彼への見張りを少々増やしただけで追い払ってはいません 彼を見かけましたら何か話をしてみてはいかがでしょうこそこそとうろついている探偵のことか何と言おうと彼は幕府の人間完全に信用することはできない俺は引き続き彼を見張るつもりだそういえば彼は探偵に必要な技術に精通しているらしいそれが何かの陰謀のためであるかどうかは 時間をかけて証明するしかないだろう。